ということで、やっていきましょうか。マリオカート全グランプリ、オール1位を取るまで終わりまってん。ということで、ね、Lカップならぬベルカップですね。やっていきましょう。本日も4つのコース、皆さんぜひお付き合いください。ネオクッパシティ。あのね、初めて 200cc でね、ネオクッパシティやった時ね、てかあの 200cc を初めて体験したのが、もう初体験がここだったんですけれども、まあ、僕の童貞を捧げたのがここだったんだけどね。もうね、ブレーキが、ないとね、本当にマジでね、もう全くもってできないよねっていうくらい、もう、やばってね、ここの 200cc はね。まあ僕はもうあの、ど素人丸出しのね、童貞ちゃんなんで、もうここで十分ですっていうね、150cc で十分だよっていう話なんですけど、まあでもこんなうねうねしてるステージも、まあなかなかないっすよね、本当にね。で、ネオクッパシティのネオってどうね、あの、あれなのかな、やっぱりね、赤いカプセルか青いカプセルかを飲んで、なんかあの異次元の世界にマトレイクスっていく感じなのかな、もう名前言っちゃったけどさ、メイトレイクスってね。まあそんなことどうでもいいですけど、ちょっと聞いてよ、この間さ、同僚と飲みに行ったんですよ、4人組で。うん、まあたまたまね、あの、僕同級生が、あの、会社に、会社というか、まあ、あの、会社には何人いるか知らないけど、あの、まあ、同じ勤めてる営業所にね、あの、僕入れてね、4人のね、32歳のおっさんがいるんですよ。まあ、32歳になる年かって言った方がいいのかな。うん。おっさんたちがいるんですよね。で、飲みに行ったんですよ。まあ、そいつ、あの、同級生の仲がいいから。で、飲みに行ったらね、そう、一人のやつがね、まあ、一人というか、俺以外全員チャラいやつらなんだけど、ちった!そう。そしたらよ、あ、ちょっと待って、あれ?なんかドリフト してくんなかった。やばい、コインだけむしり取られていって、さらに順位まで下がっていくという最悪な事態になってるんだけど、まあまあそんなことはどうでもいいや。そうでね、そしたらね、その中でも最もチャラいと言われているやつ、まあ実際あの一番チャラいんだけど、一番チャラいやつが、あの急にね、ねえ、みんなって、あそこにいる子たち可愛くないとかって、ちょうど4人組で飲んでる女の子たちがいたわけ。うん、そいつらね、しかもね、言っとくよ、先に言っとくよ。僕子供いるし、で、あの、全員ね、あのね、奥さんいるんですよ。結婚してんすよ。全員結婚してんのに、ねえ、あそこにいる人ら可愛くないとかって言い始めて、ちょっと声かけてみようや、とかって声かけに行ったんすよ。でね、そっからなんかね、4対4のね、なんかプチ合コンみたいな感じ、もうプチ合コンとかももはや合コンなんだけど、みたいなのが急に開催されて、そう。でね、巻き込まれたよ。そいつで、もう二人も、なんか、すごいもう女好きというか、もうね、ただのチャラいやつらだから、まあまあ、まあそいつら、あの、別にその、チャラいとかってなんか、あの、そういう言い方してるけど、俺は普通に好きだし、仲良くさせてもらってるからいいんだけど、危ね!あんなことしちゃダメですよ、あいつ。うん。いいんだけど、あのね、女の子と飲むとかっていう概念が、てかまず僕の人生経験からまずないわけですよ。ナンパもしたことないし、されたこともないしっていうので、だからすげえ手慣れた感じで4対4で飲むことになって、飲み食いしてさ、で、なんか最終的に、なんかその女の子たちも、なんかその誘われ慣れてるのかわかんないですけど、なんか体型はこっち持ちだよねみたいなこと言い出して、こっち持ちってその男持ちだよねみたいなこと言い出して、俺ふざけんなって思って、まあ、結局、その、なんか、もう、あの、女の子たちの前では、もういい格好したいっていう、どうしてもね、僕もなんだかんだ言うて、童貞なんだけど、まあ、いい格好したいっていうのが、まあ、勝っちゃったっていうか、もうなんかその場の流れでやらざるを得ないみたいな話になっちゃって、まあ、ちょっと後で同僚のね、やつらから、ナンパしてごめんねみたいなことで謝ってもらったけど、謝るのはいいけど、お前らが金払えよって思いながらね、まあでも、まあ、仕事仲間だし、まあ僕も気が弱いので、言いたいこと言えなかったけど、全くもってね、でも、まあ、ああいうのは、なんか、こうちょっと、勘弁してほしいっていうことだけは言ったけど、うん、俺全然興味ないし、楽しくなかったし、むしろっていう、うん、なんかもうほんとバカみたいな顔繰り広げられなかったから、ほんと、ね、うん。だから仕事の話を飲みの場でするやつとかもカスだなと思ったりするんですけど、まあ、アホみたいな女とベラベラ喋るくらいだったら、なんだろう、なんかまだ仕事の人、話をした方がマシだしとかって思って、なんかテンションだけが高いさ、ウェイ系の女子とかっているじゃないですか。まあ、ウェイ系の男子、バカみたいなさ、もうチンチンで、全て考えたり喋ったりするようなやつとかもいるけど、うん。いやーマジで本当に あの時間はね、人生の中でもね、耐えられないレベルでちょっと苦痛だったねっていう。で、しかも会計までさ、喋りも面白くないし、もうずっと退屈だし、なのに金だけはこっちがめちゃめちゃ多く払わされるっていうさ、もう謎ないよね、本当にね。で、多分ね、そういう奴らに限ってさ、なんか、まあ、定期的に炎上する案件があるじゃないですか。ね、飲みのお金とか食事のお金は男が払うべきみたいなさ、みんなも知るかって話で、お前らも飲み食いしてたら自分の分、自分のケツから自分で拭えよって話なんですよね。もうそこまで、ね、金払えって言うんだったら、なんだろう、棒突っ込まれて文句言えないって話になってくるじゃないですか、そんなもん普通に考えてさ。で、
よくよく考えたらさ、ね、だってさ、あのお金はちょうだい、でもあなたの肉棒を受け入れられませんよってふざけんなって話じゃないですか。うん、まあ別に肉棒突っ込むようなね、もう燃えるような感じも全然なかったから、もうてかむしろ一刻も早くこいつらと離れたいと思ったぐらいだから、どうでもいいんだけど、そんなのもうね、本当に。まあ、他の3人はどうしたいと思ってたのかは知んないけど、うん、まあそんな感じですわ。で、そら、おごるおごらないみたいなさ、話が来てる間にさ、青コーラとかも飛んできてるけど、はい、残念でした、バイバイって。そう、そんなことがありつつ、まあそんなのどうでもいいんですけど、ね、で、そら、なんかさ、お化粧に時間かけてるとかさ、あなたと会うために服かけてるとかってさ、合コンっていうかさ、その場でナンパしたやつのさ、かけた金なんかこっち知るかって、俺たちのために化粧してくれたわけでもなければ、服用意してくれたわけでもないわけじゃないですか。勝手にあなたたちが、今日こんな格好してたら声かけられるんじゃないかな、まあ声かけられるかどうか知らないけど、ね、好きな格好してきてるわけじゃないですか。金払ってほしいんだったら、こっちが求める、格好と結晶してくるっていう話になってくるじゃないですか。ね、そういう理論とかぶちまけてくるんだったら、そのお金を取るんだったらね、やっぱ要望を、顧客、カスタマーファーストで、要望に応えていただけないんだったら、そんなもんね、一切払うつもりないっていうのは当たり前の話じゃないですかね。じゃあこっちがさ、僕なんか普段じゃ、例えばさ、うわなんかやられた。まあそんなこともあるよね。まあ普段からこう鍛えてるじゃないですか。じゃあ、普段ジムに通っているお金とか、それから体のメンテのために使っている 筋トレ系のサプリとか、まあ、それから、マッサージガンとかね、そういうのにお金かけてるから、その分のお金ちょうだいって言ったら、絶対やつらさ、はぁみたいな顔するじゃないですか。それと一緒、何が違うのか分かんない、本当に。ね。それだって体鍛えてるんだってさ、あるしさ、別にそういう目的じゃないよ。僕はあの子供とね、何歳になっても元気に楽しく遊ぶために体を鍛えてるっていうのが第一の目的だから、それ以上でもそれ以下でもないんだけど、まあちょこっとあってバスケできたらいいなっていうくらい、その程度ですよ。その程度なんですけど、そんな風に思って体鍛えてるやつなんですけど、まあ別に ある種さ、その女の子と遊ぶためになんかね、まあ例えば分かんないよ、ビーチとか行ってさ、なんか割れた腹筋とか見せてさ、なんかちょっと個室のテントに連れてってみたいな、そういう人たちもなんか中にはいるらしいですけど、うん、ほらなんかちょっと前にさ、なんか超かっこいい女の人みたいな話でさ、バズったやつがあったじゃないですか。なんだったっけ、なんかごめん、ちょっと友達と15分くらい消えてくるからって言ってさ、なんか、スマかなんかどっかわかんない、どっかのビーチで、で、ストロングゼロ飲ませようとして、で、いや、もうそういうのめんどくさいからってパッて抜いてさっさと済ませてきた、超かっこいい女の人みたいな話、なんか、切り抜きかなんかで、上がったりとかしてたけど、あ、やばい、これちょっとまずいかな。これちょっとまずいな。なんとか逆転をしたいところなんだけど、すげえ危ないのが目の前にいる。そして早いあいつ。よし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 。あ、なんかお前アイテムいいのいっぱいあるんだ。そしてなんで俺こんなクソみたいなアイテムしかないんだ。あー、終わったわ。これはもう終わったわ。これは絶対無理だわ。え、こんなこと起こる。いや、ちょっと待って。これはさすがにひどい。ひどすぎる。まあ、冷静にね、なりましたよ。何があったかって。まあね、今時さ、そういうさ、なんか、おごりおごられ論争みたいなとかってさ、まあまあ、定期でさ、こう、パスとかするけどさ、よくよく考えたらさ、そんな話をさ、なんか、話すこと自体がもうバカバカしいなっていうことをね、今一人で、黙々とね、ここまで戻ってくる間、本当に黙ってね、もうなんか、何があったのみたいな、ガスキツーみたいな感じの、テンションで喋ってたら、喋ってじゃねえ、ゲームしてたらね、なんかもうそんな話をすること自体がもうアホらしいなってすごい思ったって感じだったね。まあまあそん、まあ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 ね、うん。でさ、あとさ、こういう話さ、多分ね、ここが僕がね、すごい有名人だったとして、まあそんなこういう風になることは一生ありえないんだけど、うん、そう、まあてかむしろそこまでなりたくないしね、うん、だとして、まあだとするじゃないですか。絶対この話して切り抜かれて炎上とかしていくんだもんね。うん、まあ甚だ迷惑な話だよね。うん、まあでさ、でもよくあるのがさ、まあこの話こすってあれなんだけどさ、まあこするのはあれだけでいいんだけどさ、あー危ない。うわー、もうなんか四方八方危ねえのばっかりだな本当に。そう。おう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 おお。なんか赤ちゃんが張り切っちゃってんじゃん。そう。危ねえ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 、ベイビーのバナナ危ねえな。お、なんかすごい混戦混戦混戦。
言って、は、俺しかもなんでバナナ1本8位なのに、マジかよ、なんかこのステージの難易度高くないか、シンプルに腹立つんだけど、邪魔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 、よいしょ、オッケー、あれなんか違う違う違う、俺の思ってたんと違う、俺の思ってたんと違う、危ない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 、もうここでミスるあれじゃないんですよ、ちょっと待って、キノコ来い、キノコ、キノコ来た、キノコ、あれ、なんでキノコ使っちゃってんの、戻ってきた、ごめんね、みんなありがとう、付き合ってくれて、ヨッシーバレーミュージックパーク、今気づいた、そんなところに行けるやつだったんだ、もうクリアしたから行かないけどね、よいしょー、まあ、これをなんかずっとやってたらいつの間にか上手くなってるなんてことはあるのかな、サンドリとかあるじゃないですか、なんかこうやってこれとかやっていってあんま意味あんのかなと思ったりもするよね、よいしょ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 、ほい、オッケー、ピョン、あ、あれあれ、なんかものすごい勢いでルイージが来てる、あーダメだ、もうなんか疲れすぎて言葉が出てこなくなってる、どうしたらいいかな、あー、さっきのおごりおごられるのその話また振り返す、まあいいけどさ、別にさ、なんかさ、何にお金かけたとかっていうのはさ、もうどうでもいいからやめようよっていうのが、まあ僕の結論っすね、うん、そんなもんあなたの好き勝手でしょってね、で、さっきも言ったようにさ、じゃあ僕があの、なんか体のメンテナンスにいろいろとお金かけてるから、じゃあその分のお金も出して、その分のお金のこと加味してー、ご飯ごちそうしてくれるって言ったら、絶対女の子なんかさ、ぶち切ってくるに決まってんじゃん。それと一緒、あなたがね、あの、整形でね、あの、おっぱいを大きくするのに、あの、なんか100万円かけようが、そんなもんは、あなたが、このためじゃなくて、あの、他も含めていろいろと、こう、やっぱり、ね、ゆくゆくのことを考えた上でそうしたんでしょっていう話だから、それを回収しようとご飯みたいなせこいことで、あの、やらないでと、あの、そうする、その発言をしたりとか、そうすることによって、その、まあ、怒られることによって、まあ、あの、男がさ、あの、俺オナニー好きなんすよっていう人だったらいいかもしれないけど、別にそんな性欲とかめちゃくちゃあるわけでもなんでもないから、どうでもいいっていう話で、うん、なんか1回目と2回目と違って差がえぐくない、これ。なんか雷一発とかさ、なんか青コーラぶち込まれてもなんかいいよくらいのレベルになってんだけど。まあいいや。そう。ね。まあそれはさ、例えばよ。例えば、そのお酒をめちゃめちゃこっちが飲みましたとか、なんだろう、こっちがご飯多めに食べましたとかって言って、7000円の会計が来て4000円、3000円とか5000円、2000円とかそういうのだったらいいよ。全額って、じゃあお前全部食ったもの今この場で吐き出せっていう話じゃないですか。ね、もう食べたことチャラにしなさいよっていう話になるじゃないですか。ね、ある程度食事楽しんでるのに、その食事に対する対価払わないっていうのはどうなのっていうふうに思うからね。まあ、こういう話をね、ってか、まずそもそも、あれだね、大前提として、まあ、僕は、こう、もしね、おごってみたいなこととか言われたら、断固とね、してね、拒否するというか、戦ったりするタイプなんだけど、まあ、正当な理由がない限りはね、そんなこと言ってるから、こうやってね、どん底に突き落とされるんですよ。そんなクソキチ臭い話してんじゃないよって言うと、俺、ケチだもん。ケチだから、あれだぜ、若くして、貯金めちゃめちゃ貯めてくからね、ね、中央値がいくらだみたいなこととか、あ、なんかすっごい下手くそだ、このステージ。ダメだ。まあいいよ。まだ、すごいことな、すごいことになってる。戻されてる。よし、じゃあそろそろ、あれが欲しい。キラ。わぁ、このステージでこれ辛いな。ちょ、待って、ちょ、コントローラーが、急に逆です。まあ、はっきり言ってさ、こういう話をしてもさ、そうやってさ、おごってよって言ってくるようなやつは、もうなんかもう、論理とかじゃなくて、感情で物を喋るんですよ。もうな、お乳で物を喋るから、
結局ね、なんかずっとね、いや、男が払うもんだからとかっていう、まあ、じゃあなんで男が多く払うのっていう話なんですけど、だって私楽しませてあげたじゃんって言うけど、おめえごときの会話だから楽しいわけないかなって思うからね、普通に。うん。むしろこっちが楽しませてやってんだよ。って話で。まあ、いや、わかんない。それはわかんない。それはわかんないな。こっちが楽しいよって思ってたかもしんないけど、まあ、楽しませてないとかっていうんじゃなくて、同じ空間を共有したのであるんだったら、そこをさ、なんかさ、上とか下とかって言い合いっこなしじゃねって普通に考えたら思うよね。うん。そろそろ。よいしょ。そろそろ俺が1に立たなきゃいけない時期だった。オッケー。違うって。なんでこう急に逆。やばい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 。逃げ切れ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 、よっしゃー、オッケー。はい、ということで今回はちょっとまあ炎上しそうな話をしたんだけれども、まあ結構ね、結論を出す間もなくですね、一応ギリクリアしてきたということで、今回ここで終わりにしようかなという、この、はい、まあ僕が僕がというか、男の人はさ、普通にさ、男とか女とか関係なしに、その年上とか年下とかっても関係なしにさ、相手と過ごしてその時間が楽しかったよって思うんだったら、お礼として、ちょっと多めに出すっていうのはありだと思うけど、おごるっていうのはね、もう基本的にね、僕は、あんまり考えない方がいいんじゃないかなと、おごるとかおごられるとかって考えるのがいいんじゃないかなとかって思ったりもします。ということで、以上でございます。また次回パートでお会いしましょう。チャンネル登録、またグッドボタンよろしく。バイバイ。